大企業で相次ぐ賃上げの流れを県内の中小企業にも波及させようと、連合宮城が春闘集会を開き、結束を誓いました。連合宮城は昨日夜、青葉区の江東台公園で中小企業での賃上げを支援する集会を開き、36の産業別労組からおよそ150人が参加しました。大手の賃金の流れをですね、今後は中小と言われる中小組合にいかに波及をさせていけるか。連合宮城によりますと、加盟するおよそ450の労組のうち、妥結した23の組合では、定期昇給とベースアップなどで平均 4.5% の賃上げと去年の実績を上回っています。中小の労組では来月から5月にかけて交渉の山場を迎えます。